皆さんこんばんは、今日もですね銀津から生配信を行っております。なんとですねちょっとずつの努力が、実を、結んでですね今日はカメラが4つ、ということがピッチャーのことでできましたが、しかもですね、ライブ配信第7回テストから掃除からテストいろいろやってきましたが今日はなんとここに斉藤浩二をお招きしてですね、今日はちょっと花のですねライブもやってもらおうと思っています。では斉藤さんなんか一言自己紹介お願いします。銀さんライブ配信おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当にライブは大変ですが頑張ってください。はい頑張って、ねピッチャーとねいつも、まあ、こちらにも後で紹介しますがいろんな人と力を借りてですね、はい、今日は、6月にも斉藤浩二のそうですね、いけばなライブは予定さそうです、ね、していますので、はいはい斉藤誠意でやっております。斉藤誠意ですね斉藤誠意いけばなライブということでですね、はい、大将軍あらマイクを使って喋ってください。ですね、皆さんの、このチャットでですね、いろいろ苦情だとかですね、何でもおっしゃってください。私もこれを見ることができます。はい。ではじゃあ斉さん、ピッチャーの伴奏を。あ、水野さんよろしくお願いします。じゃあ行き当たりばったりの伴奏でお願いします。今日は6月ということで紫陽花をご用意いたしました。これから梅雨になってまあ人の感覚で言うとちょっとねじめじめ鬱陶しいという感じがするんですが植物にとってはすごく楽しい季節です。そんな植物の気持ちになってこの長雨を楽しむというのもいいのではないかなと思います。ぜひ街中に紫陽花がね溢れ出ているような路地裏にね紫陽花の花がたくさん咲いていたりしますね。そういうのをちょっとめでてみるのもいいんではないでしょうか。そして、こちらがアマリリスですね。大きな大輪です。紫陽花はこの中に綿のようなところがありますのでちょっと斜めにこうカットしていただいて綿を切り抜くと取り除くと、結構持ちが良いと言われています。本来ですと水切りをしていけるんですが今日はちょっとライブということでこのまんま生けさせてもらいます。そしてこれが、ブドウのつるです。
そしてこちらがちょっと珍しいんですが南天のお花になります。ヒバを最後にあしらってみたいと思います。これは水にはつけないで入れています。本当に初夏から夏に向けて、梅雨のしっとりとした、季節を越えて夏に向かっていきます。その間でいろんな、綺麗なお花がたくさんございますので、ぜひ、お花屋さんとかで、お求めいただいて、お部屋に飾ってみてはどうでしょうか。調布には素晴らしい花屋さんがあります。調布フローリスト、ぜひ検索してみてください。銀さん、ありがとうございました。さあ、素晴らしいですね、斉藤浩二。これもライブですね、斉藤誠二さんですね、すみません、本当に、花では花にはコロナとかないんですかね、やっぱね、本当にね。いや、本当ですね。人間は、マイクの近くで喋ってくださいね、はい。何しろライブではこの後みんなの声が聞こえるんですけども、マイクを通さないとなかなか聞こえないという言葉に、ね、ありますんだけども、こうやってですね、一歩ずつやれることをやって、どんどん進んでいきましょう。いや、本当に待ってました。銀ズ待ってました。ありがとうございます。なんか床もピカピカになりましてですね、これワックスっていうのをやったんですね。あ、この人もピカピカですけどね。あんまりなんか取るなって、あ、もう、あの、皆さんチャットというのがですね、ありましてですね、どんどん、ここに書いてください。今のは照明ではありません。人間の、頭でしたね、ピッチャーみたいな。では、斉藤浩二にもう一度、斉藤誠二に大きな拍手を。ありがとうございました。皆さん、皆さん、ありがとうございました。失礼します。はい、素晴らしかったですね。これチャットを見ようと思ってあれしてる、ハイパー佐々木にですねやってるんですけど、昔のこの、画像が出てるんですけど、佐々木さん、どうもチャットはなかなか見るのも難しいです。それではですね、今日はピッチャーなんともう6月も始まりましたが、まだまだですね、東京はライブハウスの道のりがまだまだなようなのですが、でも銀座はこうライブ配信を続けていくということでですね、今日はなんと
ドラム、ベースも一緒に参加してくれるということでですね、銀座でいつもお世話になっておりますオンベース、一郎太一郎太くんです。セッションにもいっぱいやってもらってますが、なかなかまたセッションもやりたいと思います。よろしく、前からですね。それでですね、もう一人、ここでも8月の誕生日ライブはできるのだろうかというあれがありますが、オンドラム、あ10月にね、だから延期になりましたが、まあいろんな情報もこれからいますが、オンドラムガー、ありがとうございます。本当にミュージシャンみんな、家でこもってたと思いますが、こうやって今日一緒に音出せてる最高ですね。そんな、メンバー紹介を兼ねてですね、チキンという曲をですね、お送りしたいと思います。みんなで練習している人いっぱいいますよね、チキンをね、楽しみにしてください。ではオンベース一郎だ。
自分たちでしなきゃいけないというところがありますが、チキンという曲をですね、このセッションでお送りしました。オンピアノピッチャー水野、オンベース一郎さん、してオンドラムガー、みんなですね、この辺の近所に住んでいるミュージシャンで構成しております、そしてですね、先ほどの斉藤誠とですね、いつも PA をやってくれているハイパーサウンド佐々木と、配信はキャサン、このメンバーでお送りします。そして、2曲目はですね、リクエストが多かった、私の18番でもあるところのジョージア・オン・マイ・マインドという曲をお送りしたいと思いますが、ここでですね、楽器がないことに気がついたので、じゃあ、これちょうどマイクがありますんですね、ピッチャーさんここでマイクでちょっと一つですね、私が楽器を取ってくる間つないでいてくれますか、なんか喋って。はい、おはようございます、ピッチャー水野です、シュなんちゃってということで、つなげと言われてもね、今回はね、特別に、頑張りまして、お家で何度も、練習して、カメラをたくさん増やしましたので、いろいろな角度から見えてます。はい、キャさん、はい、カメラチェンジ、チェンジ、チェンジ、チェンジになってるかな？うん、素晴らしい。こっちじゃ分かんないんですけどね、なってました、なってました、うん、スイッチングがね、できてるようですね。多分それで僕がいなくなってこれができるかどうか、銀さん一人で、ね、それが一番の心配ですけどね、うん、そうですね、まだ、はい、パソコンもピッチャーさんのパソコンを使っているという段階ですね。銀図はパソコン発注しておりますので、ちょっといいのが来るみたいですよ、ね、いいのといっても、うん、まあ、値段は知れてますからね。いやいや、どうでしょう、ピッチャーさん言えばいい。え、あ、そうだね、11月まで仕事ないからねギャラいただければ来るけど、まあ、あんまり暗い話はやめてですね、今ミュージシャンはみんなね、本当に先が見えないですが、東京のミュージシャンは、ね、でもこうやってやれることを地道にやっていくということを、進んでおります。では、皆様に愛をお送りしたいと思います。
本当にこちらばっかり楽しんでしまってすいません。今日はですね、実はここでクイズを出してありましてですね、関西の方の方々たち、私たちの銀座サックス教室の人たち、分かったでしょうか。隠されていた曲はですね、なんか来ないかな、配信というかあれば、チャット、チャットでですね、答えを、だって今はこれはまだ終わってないですもんね、時間差があるのでですね、ここに答えを、チャットで送ってください。では、ここでですね、のりこを紹介したいと思いますが、今日のりちゃんは何の曲を歌ってくれるんでしょうか。オンボーカルのりこ。皆さんこんばんは。こんばんは。今日は、この銀座からの YouTube、配信で7回目ですか。そうですね、テストから始めますと、掃除入れてですか。掃除入れてですね、あの時は真っ暗でですね、あなたの顔が暗いと言われてですね、のりこ、美白計画なるものが、進行しましたが、今どうですか。綺麗に映ってるでしょうか。綺麗に映ってるでしょうか。だんだんなんかボリューミーになって、ね、カメラもピッチャーさんのおかげでですね、4つすごいですね。 しかもこちら、ここら辺には使えないカメラ3つ数えて7つぐらいありますね。ですね、本当に、なんて大変なことなんだろうと思いますね。でもなんか今、ね、あっちで見てると本当に普通にライブ、あ、そうですか。普通にライブもやって盛り上がってるっていう感じになりました。やっぱいつもね3人でやったりとかして、まあ、もちろんそれはそれで楽しいんですけど、やはりですね、この本物の、素晴らしいドラマベーシストが、なんか一緒にいつもやってたのがずいぶん昔のような感じもしますし、寂しい感じもしますけど、やっぱこうやるとすぐ、ああ一郎太のベースの感じだなとかね、なんか嬉しいですね。本当に幸せですね、ちょっと私たちだけ楽しんじゃって、いっぱい多分ミュージシャンの人とかもね、銀座どうすんだよやるのかつ、もう皆さんもう本当に頑張ってやってますので、ぜひ、スケジュールをですね、来年再来年、10年ぐらいのねスケジュール全部埋めてもらいたいなと思っておりますが、そうですね、全員できるようにしていこうという企みを持ってますよね。はい、皆さんどんどん銀座に出てライブ配信して世界に旅立ちましょう。そうですね、ね、でしかもほらこう地方の人も見てくれていてですね。そうだよね、そうなのよ、全国で見れるのよ ね。福井の人もね、なんで福井なんだ。そう、香川県とかの人も見てますから。そうですね、いろんなところの人が見てくれて嬉しいですね。嬉しいですね。じゃあ今日は何でしたっけ、あなたの大好きな。今日はマイケル・ジャクソンの曲をやりたいと思います。まずは、ね、ヒューマンネイチャーという、では1983年スリラーというアルバムに入っていた大好きなヒューマンネイチャーを、お届けしたいと思います。You see inside.
大きいので、この隣に向かい合わせてもですね、全然大丈夫だとは思うんですけども、まあ、徐々にですね、人を増やしていって、みんなで元のライブに戻っていきたいですね。戻っていきますよ。あとよく、関西の方でですね、この間なんか聞いたらですね、ここに膜を、ビニールの、あれをやってね、ちょっと寂しい感じですね。よく音が聞こえるんですかね、ハイパーさん。PA としては苦しいところなんでね。まあ、あのビニールは音を通す感じじゃないもんね、ビニールだとね。だから音はちょっといい、どういう感じになるのかはあれですけどもね。そうですね。でよく間違えていることがありますが、歌手が歌ってその妻が飛ぶんじゃないかとか、あなたは知ってると思いますけども、プロの歌手は妻は飛ばないですね。そうなんですか。そう、それで昔金沢明子さんっていう演歌、あれは息じゃないんですか。だから息を吹かないってことよ。ここで吸わないですか。だから息してね。抜けない息が、息漏れしないってことですか。妻なんかとはここにあるあれですね。ろうそくが全然揺らすことなく歌うことができるということなんですね。歌手から歌の歌手の人の唾が飛んでっていうことはまず考えられないということなんですね。本当はだから何も間違った話ですけど ね、 それはね、こう歌うときあれですかね、こうフェイスシールドとかしたらいいんですかね。だからお客さんがね、ここは逆だから大丈夫そうですよね。ね、下がってないから、
割とあとあのステージからお客さんまでも距離が少しありますのでちょっと飛びづらい感じかなと思いますけど、ね、いきますか。じゃあもう一回みんなを紹介してですね、今日は4曲お送りする予定ですが、はい、4曲目は、Rock With You というやっぱマイケル・ジャクソンの曲ですかね、はい、コーラスもやってくれるんですよね今日、コーラスそうですね、コーラスというか人手不足の本人にですね、まあ、本当は斉藤誠也がいますけどね、みんなでやりたいとやれたらいいなと思いますが、まあ、全員をもう一度せっかく来てくれたメンバーを紹介しましょう、ね、本当にあの昨日だか一昨日ぐらいにあのちょっと協力してくださいということで連絡したらもうお二人とも行きますっていうふうに言ってくれまして。暇ですか？ラージャーなんかベース練習してたんだって。え、そうなんですか？だって家でドラムなんかできないんで家に楽器があるのはベースしかないんですよ。楽しくってベース弾いてるなるほど。また新しい世界が広がりそうだ、はい、ね、いいですね。あのいつもお母さんはあのギタリストの吉田健太さんという人と8月に2人とも8月10日がお誕生日なんですよね。それで一緒のライブをもうここ何年間もやってくれてるんですけど、今年も本当は8月にやりたいなっていうことだったんですけど、こういういろんな事情があって10月には、はい、2ヶ月伸びました、すいません。10月10日でしたっけ、はいはい、10日にあのライブをやってくださいますので、ぜひ皆さん来てください。イエーイ。ドラムスはガーさん、ありがとうございます。それからベースですね、あの近いんです、割と。そうですね、あののりこさんから今日お誘いいただいてですね、家が近いので今日来てたみたいなんですけどあのガラさんともよくやってますけど、セッションで、ギニさんとももう毎月来てもらって何十回何百回やらせていただいてますんで、毎月来てもらってましたけど、遊びに来てください、3ヶ月間全然休業しておりますが、ね、でも今日はとてもまた嬉しい感じです。また一段と。一段とね。うん、ベースは一郎太。イエーイ。そしていつもありがとうございます。7月からはね、10月まで仕事がバッチリ入っているので、なかなか、まあ、あのいつ来れなくなっちゃうかなと思ってはいるんですけどね。なんか、今6月ぐらいまでは大丈夫ということでですね。また毎日毎日使いたいし。ないんだよ仕事は。安倍からもらうから大丈夫大丈夫、呼びつけにして、うん、大丈夫、大丈夫、ね、マグダチだから桜を見る限り合ってるから、キーボードしかもカメラ映像主任です今回、はい、映像に力入れてますよ今回は音は二度次映像第一今日でもあれじゃないですか、あの今まではこうボンって映ってる感じだったけど、今日はなんかいろいろその場面その場面でこう切り替わったりとかしてくれているので本当にありがとうございます。映像大のねスイッチャーのキャさんがねやってくれてますから、いつも私のね微妙録で映像主任としてやっていただいているのがここに来て身を結びましたね。そうだ ねキャさんを頼りにしてるよ。これチャットっていうのは入ってるの？こっちね入ってないから、あのこっちは入ってないね。なかなかそれを見るのも難しい。ライブとして次のまたね。徐々に。皆さんご意見は非常に喜んでいただいている。好きなこと書いてもらって構わないのでね。うん、大丈夫です。それからですね、今日はお花やっぱりすごく綺麗です。生もあの生っていうか もちろん綺麗なんだけど、あの画面を通してもさっきちょっと見てたんですけど、すごい綺麗ですね。うん、6月っていうことでね。今月。うん。ライブ今月あの斉藤誠一はまた頑張ってやってもらおうと思います。いけばな斉藤誠一さん、誠一大将軍。何度見ちゃうね。そして音をこんなに音で、ハイパーサウンドという彼の会社がありますが、はい、やはりですねミュージシャンと一緒であの今に なってくれてるのですね、毎週月に来てくれております。本当に助かっておりますが。ハイパーサウンド佐々木、イエーイ、そしていつものキャさん、キャさん、イエーイじゃあ、はい、じゃあ、今日の最後の曲は Rock With You という曲です。またあの
そのになるのでですね、そちらでぜひ踊ってください。それじゃあ行きたいと思います。皆さんまた、じゃあキャスさんまたね、また来週あたりですか。え、そう
うですね、あたりにまたお会いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、ガーさん、イチローター、ピッチャー水野、セイトセイ、ハイパー佐々木佐々木キャさん、小川銀次、のりこでした。皆さんどうもありがとうございました。